ミーナシリーズ第2戦浜松カップ開催の最終日の前半戦、続いては第3レースの一般戦です。対戦メンバーは1号艇野為弘子、2号艇島田渚、3号艇には後藤美空、4号艇清水さくら、5号艇原田由美、6号艇坂瀬由里、以上6メンバーによる対戦です。ゆっくりと6名が1、2、3、4、5、6定番通りの進入へとこれから収まっていきそうです。まずは最内インコースへ抑えていきます絶好枠野為。5日間の平均スタートコンマ1には実は参加選手中トップの数字です。今節参加度から豪快にまくったりひっそりと前付けに行ったりと、もうつかみどころのない圧倒的野為感でシリーズ大いに盛り上げてくれました。ここ1番人気で野為陰線、そして2コース3コースがこの後の選抜組、島田渚と後藤美久がそれぞれ構えて、外枠3人がボートを後方に下げる構えです。清水桜が4コース、原田由美が5コースで、大外6コースボートを下げ始めています6号艇の坂瀬由里、枠番通りの3対3と並びとスタイルすんなりと固まっていきました。角1は4コースです。4号艇の清水さくら、向かい打つインには野為弘子、変わらずスタートラインに対しては緩やかな向かい風が吹いています。競争水面第3レースの一般戦スタートまで間もなく残り10秒です。並び内側から1番2番3番4番5番6番です。一般戦第3レーススタートしました。インの1号艇野為、こういう圧倒的野為感はいらないんですが、ただ今のスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。先に待った野為ですが、現在スタートは判定中となっています。お知らせいたします。1号艇野為弘子フライング返還欠場です。1番に関する投票権は全て返還となります。繰り上がって先頭に躍り出るのは2号艇の島田渚、島田が先頭で2マークを待っていきます。3号艇の後藤美久がその内側を狙って、さらにその内には4号艇の清水さくらが飛び込んできました。先頭構想は2号艇の島田渚、そして2番手が3号艇の後藤美久、3番手4号艇の清水と続いて5艇が2周目に入っていきました。2周1マークの旋回です。先頭でマックへ2号艇の島田渚、そして2番手3号艇の内がくるっと回る4号艇の清水、後方から握ってきたのが5号艇の原田由美で、今度は3番手争いが4番と5番が並んだ状態です。内側に4号艇の清水、外に5号艇の原田由美、2周2マークの旋回へと向かっていきます。3番手は内わずかに前にいる4号艇の清水の方が先に待って、原田がもう一度外を待って襲いかかってホームへ折り返していきました。内で踏ん張る4号艇の清水と外の5号艇の原田、依然として3番手争いが4号艇と5号艇ほぼ並んだ状態でスリット前を通過していきまして、5艇最終周回です。先頭が2号艇の島田、2番手3号艇後藤で、3番手先手を取っていくのは内の清水さくら、今度は5号艇内へと切り込んでバックへ入っていきました。3番手は先に待った4号艇の清水の方が一歩前、上位体系が2番3番4番です。2番手3番手の定冠3艇身、3番手と4番手が2艇身という状況でラストコーナーの旋回に向かいます。まず2番手で回るのが3号艇の後藤、3番手4号艇清水が回って、おっと3号艇振り込んでしまった、内をすり抜けて4号艇外を待った5号艇、2番手3番手入れ替わりました。先頭2番の島田五輪、2着に上がったのが4番清水で、3着が5番の原田、4着と5着は接戦で3番6番ほぼ並んで五輪。そしてこのレースは1号艇野為弘子がフライング返還欠場です。1番に関する投票権すべて返還となります。第3レースの確定です。1着2番、2着4番、3着5番以上です。